上の国道の駅です。雲の動きをご覧ください。編集の時に20倍速で見てみたら面白かったので、そのままお届けします。これから松前に向かいます。道の駅の側道から国道に入りました。しばらく行きますと風力発電のプロペラが目に留まりました。国道沿いは海があって野原があってまた海があるという、そういう景色なんですが、海方向に脇道がありましたのでちょっと入ってみます。結構家が建て込んでいます。国道沿いに何もないというよりも旧道の集落を避けて国道が通されたという感じでしょうか。正面の行き先案内看板ちょっと見にくいですが、右へ行くと上の国漁港だそうです。そしてこの右に民宿鉾田という看板が出てます。気になりますのでネットで調べてみましたら、料理が新鮮で最高に美味しいとか、食べきれないほどの量ですという口コミが出てまして、いやー泊まってみたいもんです。しかしなんとネットは便利なのでしょうか。そして国道に戻りましたら松前42キロと出てました。あと小1時間です。そしてまた海が見え野原が見えの景色が続きます。しかし右に見えてきました海岸線、なかなか雄大で気持ちのいいドライブです。今走っております国道228号線、別名を追分ソーランラインというそうです。しばらく行きますと珍しく国道沿いに町が開けてまして、今檜山石崎郵便局前を通り過ぎました。松前まではあと38キロのようです。あれ、これは何かと思いましたらトンネル工事でありまして、結構長いトンネルです。地図で調べましたら1キロぐらいありまして、小さ子トンネルというそうです。難読地名になりますでしょうか。ちょっと読みが難しいです。ここにも海方向へそれる道がありましたので入ってみます。結構距離があります。バスが止まっていました。またバスです。普通のお店かと思ったら郵便局でした。原口郵便局です。国道に戻りまして、しばらく行きますと家並みがあって、あ、電気屋さんもあります。パナソニックです。この左看板は松前町立大島小学校となってました。行政区分上は松前町に入ったようです。あれ、観光バスが2台連なって松前観光帰りでしょうか。その後しばらく脇目も振らず走っておりますと、かっこいい橋がありました。もぐさ大橋というそうです。ということは松前の中心地まではあと10キロぐらいです。映像は4倍速で送っておりますので、飛ぶように景色が流れていきます。ということであっという間に10キロが過ぎまして、この橋は大磯橋です。で、松前の道の駅北前船松前にやってまいりました。次回はこの道の駅をレポートする予定です。